こんにちは、住吉たまきです。今日はハロウィンディズニーの仮装に行く時のカバンの中身を紹介したいと思います。あと2017年のディズニーハロウィンの仮装も紹介したいと思います。まず私が持っていくカバンはこちら。これ秋のディズニーのカバンの中身の紹介の時と同じカバンなんですけど、アディダスのリュックですごく使いやすいです。パークに入園してからは使えません。このバッグはいらないものと一緒にロッカーの中にしまっちゃいます。このカバン預けちゃってどうやって行動するのって思うと思うんですが、2つもこのカバンの中に入れて持っていきます。肩の負担がね少ないと思うので、じゃあ中身を紹介していきます。まず1個目がレジャーシート、ステラルーの肩から下げれるポシェットです。この中にはねちょっと新しく追加しましたものがあります。前回は使うだけのお金とパスポートって言ったんですけど、もう1枚追加されました。それがこちらです。じゃじゃーん、パンダフルディズニーについに入ってしまいました。ここに番号が書いてあって見せられないんですけど、年会費はちょっとかかってしまうんですが、パンダフルディズニーの特別な食事のメニューがあったりとか、パスポートが安くなったり、ディズニーのホテルが安くなったり、すごくねディズニー好きにはぜひおすすめしたいものです。これはレストランに行った時に提示したいと思うので、この中に入れておきます。それから一番大事なもの、こちら、今回の仮装です。今回はねステラルーをやることにしました。こちらです。これねなんか毎年ハロウィンの時期になるとリズリサからハロウィン限定の服のセットが出るみたいで、後ろにポンポンがついてて薄紫なのでステラルーにぴったりです。これもついてきます。もうすでに中に着てしまってるんですけど、ブラウス3点セットで1万円ちょっとかな。ステラルーの耳をまだ持ってないのでディズニーシーで買ってそれを使おうと思います。白い靴下、私はこの袋に入れちゃってるんですけど、モホモホするのが嫌だなって方は100均にも圧縮袋を売ってるみたいなので、それを使うのがおすすめです。靴はねスイマーで買いました。服も靴も友達とお揃いです。こちら、わお、厚底なんですけど、そんなにこう傾斜があるわけではないので疲れにくいかなと思います。仮装は一番最後に来ます。あと次が10月もだいたい中旬ぐらいになってきて寒いんですよ。本当に寒いの。昼間はしっかり仮装して、夜は着替えちゃうと思うんですよね。昼間写真撮り、夜は着替えて乗り物乗るっていうのが結構私のパターンなので、1枚ヒートテックを持っておくと本当に便利です。薄いしかさばらないし、入れといても全然損はないと思います。プリンセス系の仮装する人なんですけど、一昨年ぐらいにアナをやりました。でその時の仮装がちょっとまだあって、こういうのとかね着て、すごく寒いんですよ。本当に寒いの。9月だと全然大丈夫なんですけど、10月だと寒いので、その時はこういうポンチョを買いました。しかもこれちょうどアナのやつだったんですよ。ディズニーランドに売ってます。今年はちょっとあるかわかんないけど、ぴったりだなと思ってこういうのを買いました。こういうのを持ってってもいいし、あとはブランケットみたいなのもこう持っていくと、ブランケット、そういうのも持ってってこう羽織れるようにしておくと、プリンセス系の人は結構便利かなと思います。こういうね仮装の時って下着どうしたらいいんだろうってなると思うんですけど、私は下着屋さんで透明の紐が売ってたりするのでそれを使ってます。紐だけ付け替えることができるんですよ。今は分かんないけど、昔は100均に売ってることもありました。ビデオカメラとデジタル一眼っていうのかな、夜自分も景色も明るく撮れるのに大活躍します。でこれ前品番教えてくださいって言われたんですが、ソニーの APS の C かな、この間も言ったんですけど、もし携帯しか持ってないよっていう方がいたら、これは雑誌の付録になっちゃうんですけど、こういうねライトもあるので、これを携帯につけて撮ることで自分も明るく景色も明るく撮れます。 Amazon とかにも安く売ってるんじゃないかなと。あとはたまに雑誌の付録になったりするのでおすすめです。今のやつ入れてたのがこの袋なんですけど、携帯の充電器、一応電池の入ってない電池で充電できるものも用意しました。あとは充電器の線、SD カード入れ、そしてポーチ、自分のメイク直しのものを持っていけばいいと思うんですが、新しくこちらが加わりました。これこの間動画で紹介したんですけど、マトメージュといって
て、ワックスなんですけどスティック状になっていて手が汚れないし、あとベタベタもね全然しないので、かなり重宝するなと思います。ディズニーってこう湿気が多かったりして髪もボサボサになるけど、でも可愛く写真も撮りたいじゃないですか。アホ毛とかもねしっかりこうカバーできると思います。あとは鏡、私はディズニーに着いてから指定の場所で着替えるようにしてるので、一応鏡はあるんですけど、結構ねその中が混み合ってて鏡も見れないので、必ず自分の鏡見えは持っていくようにしてます。あとはユニコーンのイヤホン、あとねまだ使わないと思うんですけどこちら北海道、これはねダイソーで買いました。そして次はこちら、メイク直し用の綿棒と櫛が入ってます。櫛は絶対持ってった方がいいです、ディズニーは。そして次がこちら、この中にはティッシュと痛み止めとコンタクトの替えとバンドエイドと目薬が入ってます。スチームクリームです。美女と野獣の缶ですごい可愛いですよね。全身に使えるクリームなので手が、ね、乾燥しちゃっても塗れるし、あとなんか顔乾燥するなってところがあったら顔とかにも塗れるので、ハンドクリームよりこっちの方がいいかなと思ってこれを持っていきます。あとはタオル、キーケース、財布、携帯電話、これで終了です。最後に今回の仮装を紹介します、どうぞ。ということでこんな感じが10月後半ぐらいにちょっと寒くなってきた仮装の時期のカバンの中身と今回の私の仮装でした。参考になったら嬉しいです。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。この動画がいいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。インスタとツイッターもやってるのでぜひぜひこちらフォローよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。